かかってこい。 가르쳤다. 수갈 셀메.
お侍様、お譲りいただけるものはございますか？恐れながら数が足りませんね。また頼むぞ。あなたのご分。酒井。巴湯の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴湯の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた兵術ですね。巴湯は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴湯と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう？もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。
隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われず。変えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です。弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられる。そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。내기 좀 하신다. 야 선배. 텐트 박아요. 텐트 하락다 굴퇴. 야마 옆쪽지. 그때 목숨지대 따라 못 들쳤고.
니콘! 솜숑께나 식벌송 유말라겠다 맞다나 텐트웨이 에녹지제 빅티어 사마라 홀트노 오이! 우도극자 한파! 캐리 텐트웨이 동해와 오리마센 스스무스 罪なき者まで殺めて巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古が操るに約束したのは権力富地位。ここでは得られぬものだ。己の出自をうとんじておったということか。お主は優しすぎるな。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中にだ。 巴は、いかにして弟子に父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとは？したぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。まったくどぎもを抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ。 度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。
ellos la cinta. Zum nassen Buschkumpel!長尾博典、俗に殺された筆を。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるためのサクだ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。
に向かおうと思ってる。ここに逃げてきた奴らの北の方。島に安全な地はないってことか。どこに行きゃいい。侍はみんな死んだ。もう戻られる。あの時漁師になっておけよ。もうこの車の船で逃げられた。弓の修繕をいたしましょうか。弓の手入れをいたしましょう。前より増えてると思わない？そりゃそうでしょう。多くの神社が壊されてしまったんだから。この戦は終わらないのではないか。欲しいものをやる。クロード様の鎧を見たけど、あれじゃ猛虎に勝てそうもない。なら何を拾ってるんだ。岩を染み付かせると。あなた様だけが望みです。刀鍛冶をお探しですか。助かった。鎧を仕立て直しましょうか。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。Thank you.